日本学生表情競技選手権大会は日本学生表情競技連盟が主催する日本の大学対抗の表情競技大会である。スピードスケート、フィギュアスケート、アイスホッケーの3競技で総合優勝を争う。過去92回の総合優勝の最多優勝校は男子が明治大学、女子最多優勝校は日本体育大学である。また、完全優勝は 明治大学が2回成し遂げている。1925年に長野県松本市の六条池で第1回全日本学生表情競技選手権大会として初開催された。第3回は大正天皇崩御のため中止となった。第5回より各部門の大学別順位から総合順位を算出し総合優勝校を表彰するようになった。 1943年は全国学生表情競技会として長野県での海にて開催され、1944年から1946年は戦争により中止された。戦後の1946年に第19回日本学生表情競技選手権大会として再開された。2021年に予定されていた第93回大会は、 新型コロナウイルスの感染拡大により中止となった。スピードスケートのショートトラック競技のみ2020全国学生ショートトラックスピードスケート競技会として代替大会が実施された。フィギュアスケートでは第22回から女子シングルを実施している。この大会より女子選手がインカレに参加できるようになった。第26回から 大学別順位がつくこととなった。スピードスケートでは第25回に女子の参加があったが大学別順位がついたのは第40回からであった。女子の大学別総合順位は第54回からつくようになった。アイスホッケーは第90回記念大会から女子部門が新設された。ただしオープン競技としての扱いで、 大学別総合順位の計算対象とはならない。第1回は1925年に実施され、全日本フィギュアスケート選手権より歴史が長い。会場は持ち回り、個人の順位を逆にした点数から、大学別の得点を算出し、フィギュア部門の順位を決定する。第22回から女子シングルを実施している。この大会より女子選手が、 インカレに参加できるようになった。第75回からアイスダンスを実施している。第80回より ISU ジャッジングシステムが導入された。シングルはそれまで一部と二部の2段階のクラス分けとなっていたものが A クラス、B クラス、C クラスの3段階のクラス分けに変更となった。シングルは予選会として東日本学生フィギュアスケート選手権大会。 西日本学生フィギュアスケート選手権大会が開催されることとなった。第90回から女子は3段階のクラス分けから7、8級、6級、5級、4級、3級の5クラス分けに変更となった。第91回から男子もアルファベットのクラス表記を廃止し、7、8級、5、6級、3、4級の表記となった。現在の参加資格は 男女シングルはバッジテスト3級以上。アイスダンスはパートナーのいずれかがブロンズ以上を保有している必要がある。段級異性に基づいたクラス分けがされた上で競技を実施していた。男女シングルアイスダンス。ありがとうございます。